皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂淳です。1月27日、月曜日ですね。今日ご紹介するお料理は、冬に甘みをこう凝縮した味になるキャベツと、牡蠣を使ったパスタをご紹介します。材料こちらです。では早速作っていきます。キャベツね、これ愛知県豊川市ですね、小沢さんって豊川の小沢ファームの小沢さんのキャベツです。寒玉キャベツ。夏は僕はこの小沢さんから、夏はですね、小沢さんからトウモロコシを買います。冬から春にかけてはキャベツとね、株がね、また美味しいフルーツ株という株を小沢さんから提供していただいて、いつも美味しい料理にしてます。大玉サイズのキャベツが今6分の1ぐらいです。で、牡蠣は兵庫県播磨の牡蠣です。冬場はこれしか使わないですね。では鍋を用意します。鍋にバターですね、それからオリーブオイル溶かしたら、キャベツ加えて少量の水、蓋をしてエチュベという、蒸し煮にしていきます。で、ふたっとキャベツができたら、ここにベーコンですね。キャベツがくたっとしてきたらベーコン、それからニンニクのみじん切り、オイル漬けにしておいたものですね。さっと絡めて、バターがね、全部で今これ2人前作ってるんですけど、バター全部で 30g 使います。で、水をまたちょっと焦げついてくるのでね、水分を補う、キャベツが柔らかくなるまで煮込むので水分を補う目的で水を少々加えました。で、また蓋をして、では麺をその間にもう出来上がるんで、この麺は5分ボイルのスパゲッティにですね、割と細めの麺です。お湯の中には塩がもう入ってます。キャベツ2個目ましたので、ここに塩、初めて使用します。から牡蠣を投入して、生食用の牡蠣ですね。火を入れすぎるよりもこうぷくっと膨らんだぐらいのとこがちょうどいいと思います。はい、麺が出来上がりました。はい、アルデンテです。茹で汁ですね。美味しそう。
消化源もバッチリです。お好みでクミンシード混ぜて、完成です。グランパザンですね。黒胡椒、牡蠣とキャベツのパスタの完成です。では早速試食していきましょう。どうぞ。アランです、よろしくお願いします。いただきます。吸ったよ、また吸ったよって多分今コメントがこうお前きっかけで出てきてる。キャベツの甘みといきなりやな。牡蠣は全く臭くないです。僕でもいきます。ベーコンとの相性もすごい良くて、パスタがすごいしっとりしてますこれはあのクミンの香りも一番最後にふわっとめっちゃうまいで、なんやお前クミンは独特の香りがあるので苦手な方は入れなくても美味しくできますし、キャベツをバターとお水、それからベーコンのうまみを吸わせるっていうあのエチュベの作業が、味のポイントになります。牡蠣は、その地域のね美味しいお好みのものを使っていただければいいですし、火入れすぎると美味しくないので、いい状態、ふっくらお腹の部分がこうぷくっと膨らんだ状態を目安に仕上げてください。カレー風味に仕上げても牡蠣とキャベツのカレーパスタも美味しいと思いますので、ぜひ参考に。じゃあ来週がデザート紹介します。2月入ったら1回目はデザートの紹介をしますので、来週も楽しみにご覧になってください。セボンです。